見てわかる通り字が汚い。どうぞ。1m75出てくんだよね。ハングリすぎる。ハングリいいこと。一番の問題作です。今思うと鬼くそくそなんだよ。マジでなんでやったのかわかんない。呼ばれたんです、撮影です。はいはいはい。で忘れちゃったんです。書いてあげてよ。なんでないの？なんてコメントすればいい？カーニバル、カーニバル、カーニバル。さあ続いて、続いてのアンケートこちら、松田元太君です。元太。松田元太っていう名前の位置おかしくね。こう読まないといけない。確かに。まあまあ元太のね、まあ結構殴り書き感があるかもしれないね。まあね、バレてるね、適当で。まあ元太のテーマがですね、いろいろと確認したいです。何よ、対応を確認した結果、いろいろ確認したいことがキャッチコピーですね。メンバー一人一人にキャッチコピーをつけてくださいというので、しめだったらふわふわ天然キュートな小悪魔とか、まあしめその通りですね。しでだったら国民的パパで、ノエルですね、こちら最年長だけどかまってちゃん坊主野郎。なんだよ坊主野郎ってよ。坊主野郎いいじゃん。違う、これはディスりに聞こえちゃう。確かに語呂だった。歌だった時の語呂。ああ、語呂ね。語呂が最年長だけどかまってちゃんの方がいいな。ああいい。でもなんか最年長と最年少だけどディスれちゃうぐらいの関係性だったり、そうね、そうそうそう、アピールできたら。なるほどね。ていうかおもろいっすよね普通に。ここの元太のやつ、元太の自分のやつなんて書いてある？元太ですね、最年少イケメンセクシージュニア。自分だけ割とちゃんと書いてるんだよ。振り込んでんのガチ。あと松倉見てみ。感性えぐいぜ B ボーイ。 B ボーイだったっけ？俺そんなイメージないんだよ自分の。ただここの坊主野郎だけ気になりました。あ、マジか。知らない人が見たらね、ちょっと嫌いなのかなって思うかもしれない。それは違いますよ。喧嘩したのかなって。そうだよそうだよ。そして続いて YouTube もやられている TravisJapan さんですが、正直失敗だったと思う企画を教えてください。シャトルラン×ダンス、最初の方ですね。そうですね。理由がですね、今思うと鬼くそくそなんだよ。マジでなんでやったのかわからない。YouTube のスタッフさんには見られると思ってなかったから。思ってなかった。これは本音なんですか？本当につまんないし、見ようとも思わない。マジで。鬼くそつまんない。そうか。元太先に死んだからさ。ずっと待ってたから。あ、それかもね、脱落しちゃったから。いや、にしても企画自体がつまんない。これはなんかもっとオブラートに包んでください。はい、ごめんなさい。こんなもんです。確認できたんで、ここだけです。お肉そつまんないと思われないように今作りましょう。さあ続いてはしめのしめちゃん。渋谷は比較的に字も綺麗でやってますけど、まあ見ていきましょう。まず事務所に入所するきっかけは、山田君のドラマ「探偵学園」を見て。さっぱりしてんね。さっぱりしてんね。疲れてんな。俺さっぱりしてんな。持ってたクールだね。山田君を意識しちゃったのかな。遠い感じするよね、距離がしめよりは。続いてですね、これだけの話、他のメンバーに絶対負けてないと思うところ。愛嬌、愛嬌わかりますね。後輩力、これは自分が後輩にされて嬉しいなと思うことは全部したいなと思うから、それがもうここにかけたことなのかもしれませんが、理由もお願いしますと書かれています。おお、一個もなし。本当だ。理由書書いてください。なるほど。いや、それはなんか見えなかった。見えなかった。他のメンバーのここは勝てないというところがあれば、理由も推薦でお願いしますということで、ノエルのアクロバット。おお。まあ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 。笑うな。なんで笑うんだよ。面白くないです。多分だよ。え、ここは勝てないっていうのがノエルのアクロバット。理由わらってことでしょこれ。そういうことでしょ。確かに理由わらってよ。バカにされてるじゃん。おいおいおい。なんかすごいやっぱ回ってるしおもろいな。ハムスターかなんかだと思ってる。だからノエルがじゃあソロで見せ場としてやってくれる時ある。姫はかっこいい顔してるけどおもろい。笑うなよ。全体的にはあんまりとんがりがないので、普通すぎたのかかもしれない、いい子すぎたのかもしれない。やっぱ程よく適当にやるのがいいのか。適当にはやんないです。まあこういうふうに見ていきましたけど、逆にこういう質問聞かれたいなとかアンケートに書いてほしいなみたいな。ああ俺あるわ。メンバーのいいところを書くみたいな、キャッチコピーじゃなくていいところを書く、長所を言ってもらう。なるほどね。すごいあったかい回答でしたね。その前なんかいっぱい出そう。いやなんか変顔のね下りを取り戻そうとしないでください。回収できなかった。はい、以上締めのアンケートです。なんかおもろい。さあということで続いてしずやです。一番の問題作です。しずやが問題作なの。一応真面目にやんなきゃダメな人よ。でも俺何にも覚えてない。一番触んないといけない部分があります。キャッチコピーですね。メンバー一人一人にキャッチコピーをつけてくださいというので、誰もが認めるリーダー岡村さん、面倒を見たくなる弟、しめかけさん、可愛さ世界一、川島さん、できないのは球技のみ、吉田さん、優しさ爆発パパ、健太、おバカとセクシーのギャップで取りこ、松倉さん、書いてあげてよ。なんでないの。なんてコメントすればいいですか。このキャッチコピーを書いてたんですよ。その時に多分呼ばれたんです、撮影ですって。で忘れちゃったんです。ダメですよ。さっきメンバーの褒め言葉はたくさん書きたいって言ってましたね。本当だよ。メンバーのキャッチコピーは書かないんです。そういうの尖ってんだ。マジ問題じゃん。すっげえおもろいっすよね。自分が一番輝いてると感じる時はどんな時ですか。理由もお願いします。一発ギャグのカーニバルをやってる時です。理由は自分は人を笑わせたりするのが好きだから、人を笑顔にできた時は輝いてると思います。おお、いいですね。確かに。まあそのカーニバルあるじゃないですか。はい、そういうことか。そういうことか。でもなんかいじり方がひどいよね。ああ、いじり方が。カーニバルって。最初戸惑ってるじゃないですか皆さん。そうですね。なんだこれは。東京ドームをね、どうすればいいんだろうみたいな、知らない人がねみたいな。っていう部分で笑顔にできた時はってこうなんか百発百中で笑顔にしてるみたいな。いやそれは捉え方、YouTube さん側の捉え方も悪ですよ。じゃあ一回休みればいいじゃん。笑うかもしれない。じゃあこちらにお願いします。いや。強い人やらせていただきます。あなたにはこのパンチが見えます。カッ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 カーニバル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 。シズって意外と繊細ですよ。そうだよ。あのね、すごいよ。今のはね、ちゃんと心から笑ってあげるべきだった。くのもあるみたいな。見ましょう、それは。それ見よう。覚えてないので。待って、これは企画を知ってる段階でチャカを書いてるの？もうちゃんとこのジャ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 ニーズをやると思って書いてて、先ほど知ったので。あ、それで今 MC やってくれてる。すごい。いやでもすごいね。すごいよな。まずここですね。ここに注目。TravisJapan 様の様をピッてやるんですね。これはマナーとしてあるんですよ。え、あるの？そんなのあるんですか？はがきみたいなやつ。これさっき書いたんじゃないですか？いやそれはある。はい先生。ですね、暴飲暴食ってちゃんと書いてください。あと僕分かりますよ。ここだけの話、メンバーのここには負けない。どんな状況って感じで書けますよね。あと最後いいですか？最後にメンバーに言いたいことがあれば。みんな大好きと普段は言えないですが、改めて犬好きですってどういうことですか？犬好きじゃない。変書いてあるもんね。変の犬好きです。なんかこんだけ一生懸命 MC 頑張ったのにこんな責められると思ってない。ごめん。よし、つっこ俺しじゃね？しっこし？しっこし？しっこし。そこも気をつけないと分かんなくなっちゃうね。そうだよね。字はきれいに書くべしだね。それは分かりやすかったかもしれない。あれ M だからM ちかは今こうバンバンみんなに言われてて今嬉しいってこと？何を言ってるんですか？ありがとうございました。本当に助かった。アンケートを通してメンバーのことも知れたっておもろいね。そうだね。あんま人のアンケートを見ない。見ない。もう見てもらうで終わっちゃうから。まあ反省点もあったし、メンバーのことを知れたっていうのがあったから。楽しいねこれ。面白かったね。本当にありがとうございました。ありがとうございました。すみません本当に。ありがとうございます。素晴らしかったです。MC 最高。それではチャカちゃん、今日の総評をお願いします。アンケートは気持ちが伝わる。以上、TravisJapan でした。バイバイ。勉強になりました。夏くごめん、聞き捨てならないエピソードもあったし、それこそあーごめんなさい、本当にごめんなさい。ちょっとつまんなかったもん。改善点としてその意見が出てきたってことでしょ。みんなで俺らも作っていくものだからね。そうだね。過去を生かせるって大事ですからね。楽しかったです。